進めるドラゴンズベンチですが、国防さん、これ、守ってる野手もたまるんでしょうね。そうですね、ある程度ね、野手のみんなもこう予測はしてるんでしょうけどね、さっきのようにこうやっぱゲッツー取った後にね、やっぱりまたフォアボールというのは少しちょっとガクッときますね。はい、そして阿部に回してしまいました。変化球はまあストライクにはなったんですが、谷繁の要求したところ周辺にさえ行っていないという感じです。阿部は今シーズンドラゴンズ戦打ちまくっていて、ここまで通算で30打数の16安打ホームラン5本です。今日はファーストでスタメン。先日阪神戦で送球の際に右の脇腹を痛めました。その後は代打あるいはファーストという形での出場になっています。私も現役時代脇腹を、ね、故障したことがあるんですけど、なかなかこう治りが悪い箇所でですね、本当にこう呼吸してもやっぱり響くようなところなんでね、まだファーストでも、ね、出場が続いてますけど、まあ、チーム状態もいいですからね、はい、無理をさせずにここを乗り切った後オールスターも入りますんで、まあ、後半戦からキャッチャーでというような、まあ、考えもあるんじゃないでしょうかね。はい、ワンボールツーストライクです。ツーアウトランナー一塁、外に外れてこれでツーボールツーストライク。中井ヒット、谷併殺打の後坂本フォアボールでツーアウトランナー一塁です。うまく抜きましたがセンターへ持っていった。阿部また打ちました。これでドラゴンズ戦は31-17という打率になりました。6割近いバッティングアベレージです。今のバッティングを見る限り、はい、なんか脇腹が本当に痛いのかというようなやっぱりスイングしますね。右脇腹ということなんですが、はい、まあ、ほとんど大丈夫らしいんですけどね、今膝の方も少しあったりして、まあ、今日明日と、まあ、左ピッチャーが続くということで、あさってからキャッチャー復帰というようなね、監督がそうおっしゃってましたけど ね、 明日はドラゴンズの先発は山本昌、